するときっと皆さんがこう楽しめるような、ね、動画が撮れますのでね、両チームの選手の皆さんぜひこう圧倒的なパフォーマンスをね、カメラの前で見せてください。さあ両チームの選手たちがピッチに上がってまいりました。ピッチサイドも結構お客さんが入ってますね。あのキッチンカーも3台ぐらい出てまして、さあ東京ユナイテッド FC 対東京23 FC 前半の45分がスタートいたしました。ふわりで瀬川大臣も少し前にこうポジションを取って、今33番元気が触った。さあここに東京ユナイテッドカウンターです。これ東京ユナイテッドが一番やりたいパターンですね。26番がペナに入るか、左足でシュートを打たせて、ナイスピーシューラマテウス、素晴らしいプレーですね。まあ、味方選手がね追いつかないようなペースで入れてるんで、ちょっと早いんじゃないかなと思うところもあるんですけど、何か意図があるのかもしれませんね。今度はユナイテッドが、おお、ユナイテッドいい攻撃でしたね。23は壁が2枚入ります。3番と53ファーサイドヘディング、頭をこう回転しながらね、角度ほんのちょっとずこれ面白いぞ。クロスボールうまけられるか、荒木大輝クロスボール、ファーサイド、ユナイテッドゴールキーパーパンチングで攻める、一旦スローダウン。逆サイド26番が大きくフリーであるアピールをして、そのボールがサイドチェンジで、これはチャンスですね。ユナイテッド右足のクロスボール、シューラーマテウスの正面にボールが対戦が見込まれます。で本当に日本各地ね、いろんなサッカーのあり方があって、いろんなサッカーのチームあります。東京ユナイテッドのコーナーキックです。ファーサイドヘディングで出してきたクロスバー。さあユナイテッド23、おーシュート、シュラマテウスしっかりキャッチ、これは決めなきゃいけないね。ユナイテッドとしてはね、今完全フリーでしたね。さあクリアしたボールがコーナーになりましたね。ユナイテッドの向こうサイドからのコーナーキックです。後半の21分、手前サイドヘディング、おーまた枠の中に行ってましたが、ちょっと早すぎて分かんなかったね。ボール小泉龍斗がね追いかけてカウンターを狙いましたが、ニューネイテッドがそのボールを拾ってまた分厚い攻めを見せています。今度は左からクロスボール、グラウンダークロスボール、おー中で待っていた選手、グラウンダー、これは見事ですね。ダイレクトで決まりました。さあそしてまた左からの攻撃です。東京ユナイテッドクロスボール、おーシュラマテウス、ちょっとボールを弾いてしまった。連続失点ですね。これはもったいなかった。アディショナルタイム4分ですので、アディショナルタイム、ホイッスルがいつなってもおかしくない時間帯です。現在得点は2対0。おお、ここで終わりましたね。さあ両チーム今戦いを終えて握手をしています。来ました、マジで TV& レイディオも終わりの時間がやってまいりました。ビデオカメラのオペレート、撮影、ネット配信、今日はないか、ダイジェスト編集はパルグエルさんでしたね。ありがとうございました。